よし、主役マッチングしたぞ、行くぜ。絶対死なない。これ空でやるとさ、もうほんと一撃か二発で死ぬからさ、全然まあね、まあ、仁王のボスに関してはコープでやっていこうと思うので、基本道中とか、まあ、ソロで探索する部分は基本一人でね、しっかり時間かけてじっくりやっていきたいと思うけど、まあ、ボスに関してはまあ、よっぽどソロで倒したいって思うようなボスでないかなとかオグレスとか、あとカエルみたいなない限りは基本的にコープ使ったのでやっていこうと思います。やっぱりね、今回思ったのは、これマッチングするために結構な間を待ってたんだけど、基本的になんていうか、ホストはいっぱいいるけど協力者っていうか白やる人が多分少ないんだね、これね。今まであんまり白でやってこなかったけど、今回改めてこうやって、まあ、ホストで白が来るのをしばらくこう待ってて、結構、まあ、なかなかマッチングしないなと思って、試しに自分が白やってみたら、もうほとんど一瞬でほとんど5秒とか10秒以内に呼ばれるから、やっぱり圧倒的に白が足りてないんだね、数がね。ホストはいっぱいいるけどって感じ、多分そういう感じなんだろうね。何回か白やって、マッチングしてみたけども、ほんと爆速っていうか一瞬で自分が白やったらマッチングするから、やっぱりそうなんだね、ちょっとこれからはまあ時間あったら自分もこうやってね、結構いろんな人に助けてもらってるから俺もね、助けを必要としてる人がいればいればっていうか、むしろそういう人の方が圧倒的に数が多いから、まあ白やってね、協力とかも、協力プレイとかもせっかくオンライン使えるから、まあやっていこうかなと思うので、まあまず今はちょっとレベルが全然足りてないから、推奨レベルが、まあボスに関してはちょっと厳しいなと思ったらこんな感じで、まあ白を呼んでどんどん先にまず進めていくっていう感じですよね。でまあ自分にある程度レベルが上がって、まあ、かつ時間的にもだいぶ余裕があったら、まあ、こういうボスを、まあ、ソロで自分で倒すっていうことにもチャレンジしてみたり、あとはまあ白やってね、いっぱい白やって、白やると結構ね、装備とかもいっぱい手に入るし、しかもその自分よりレベル帯が低い人の白やっても今の自分のレベルに合った装備とか武器とかがいっぱい手に入るから、結構白やることのメリットっていうのはかなり大きいよね、この仁王に関しては。ダークソウルはね、基本的に白やってたら、まあ、アイテムとかも全く拾えないし、まあ、手に入るのはまあソウルくらいって感じ。そうだよね、まあ、ソウルが手に入るくらいって感じ、まあ、ホストがもうそれで死んでしまったらソウルもね、まあ、ボスに限っては手に入らないで終わってしまうって感じだけど、あんまりなんかこう白やるメリットっていうのがまあそれなりにはあったんだけど、ボスの動きを覚えたりとかっていう意味ではあったんだけど、この仁王に関してはソウルシリーズよりも白やることのメリットとしてはかなり大きいよね。なんでかっていうと、まあ、ホストは仮に途中で死んでしまったとしても、そのアイテムとか、そのホストの世界で自分のレベルに合ったアイテムとか装備とか武器とかがいっぱい拾えるし、あとアムリタもね、すごいいっぱい白やったら、まあ、2回くらい白やったんだけど、すごい勢いでアムリタ溜まるから自分のレベルアップにもつながるし、まあボスに関してはね、こんな感じであまり時間をかけすぎないで、どんどんまずサクサク進めていって、でまあその
時間をやっぱりこう白をやったりとか自分が白をやって他の人を協力する時間を使ったり回したりとかそっちの方に、あとはまあもっと自分がレベル上がって余裕ができてからソロでボス倒すっていう、まあ、そういう風に時間を使った方が時間は有効に使えるかなっていう感じで、あんまり一人でね本当にあの初見で一人で初見でボス倒すことにちょっとそっちの方に時間を割きすぎると本当にもうそれだけでも終わらなくなってしまうから、むしろそういう風にせっかくオンライン機能があるから基本道中は全てソロで頑張るけど、まあボスに関してはあの、まあ、よっぽどいいボスっていうかソロで絶対倒したいなってまあ思えるボスでない限りはあの、まあ、無理そうだったらコープ機能を使ってどんどん先へ進めていきたいと思いますっていう感じでね、やっぱ2音はそういう風にした方がいいかもしれないな。ソロシリーズはね、ソロシリーズは基本的にボスとかやっぱりこう一つ一つなんていうかすごいオリジナリティがあるし、まあ、そのボス専用のすごいいい曲とかがいっぱい用意されてたりするから、その、まあ、初見でボス倒すっていうソロで倒すっていうことに結構こだわって今までやってきたけど、2音に関してはね結構まあ、結構対人の延長だったりとか、まあ、今はこのマリアもそうだし伊達政宗もあと片倉小十郎だっけか、まあ、そうだけど、まあなんかしかも音楽とかも結構なんか同じような音楽ばっかりで正直そこまで初見でそのボスをソロで倒すっていうことにはあまりこだわらなくてもいいかなっていう感じですかね、今までちょっとこうやってきて思ったのは、それだったらその時間をもっとこうコープで自分が白やって他の人のやっぱお手伝いをしたりとか、まあ、あともっとレベルが上がってから自分に余裕ができてからソロで倒すっていうことに、まあ、時間を割いた方が、絶対その方がいいと思う、まあ、ということがいろいろちょっと分かったのでそんな感じでちょっと進めていきたいと思います。ニオに関してはその方がいいよね、絶対その方がいいわ。忍びであったが、しかし一体どこへ。 War is coming and it's gonna be fierce。 サラダマン、なんか今風邪ひいててさ喉が痛くて全然頭もなんかぼーっとするし、まずいねちょっとこれはね。いやーなんか朝起きたらすごい喉が痛くて、昨日から一昨日か風邪ひいたみたい。何回目だ今年風邪ひくの俺気をつけてんだけどな、空気乾燥してっからかな。でも加湿器つけてんだけど、なんか頭もぼーっとするし体もだるいし本当にちょっと困ったもんだ。
とサブミッションがいっぱいどんどん増えてきますな。これも新しいサブミッション、これも新しいサブミッション、これは複数戦だったから、まあ、こういうのはちょっとまあ後でいいかなって感じ。まあこんな感じでね、どんどんまだまだ終わりが見えない終わりが見えないから、もう本当にとにかく先に進むことをまず初見攻略に関しては優先して、まあ結構ねコープ今まで全然やる余裕なかったんだけど、結構自分が白でいろんな人の、まあ、ミッションとかメインミッションとかをお手伝いするっていうのもすごいなんか楽しいなっていうことが分かったので、まあ、そっちの方にもちょこちょこっと時間を割きながらいやそんなことしたら本当にもう終わらなくなるんだけどね、まあ、そこそこねあんまりやりすぎない程度でそっちの方にもちょっとやっていこうかなと思って、まあどうすっかな、ちょっと今日はこれ続き次やるとしたらどれだ、さっきのステージはもうこれ全部小玉ちゃん戻ったし温泉、まあまあまあ次これ171、174、172、まあここら辺をまあサブミッションやっていくって感じですかね。ちょっとこれはまだ無理だな、複数戦だから。まあということでどうすかな、今日あと1個くらいなんかやるか、これやるか。ちょっとこれ止めるのは時間があまりにも中途半端すぎるかな。でもまあ一回止めるか。一回止めます。いやー本当あさってさレポートをね大学に提出しなきゃいけない。期末レポートがさあるからさ、それもねやらなきゃいけないし。忙しいな、ちょっと一回まず止めるか、一回今日はね、とりあえずマリアを倒せて先に進めたからまあまずはミッション残ってくるね、まあんまり急ぎすぎないでちょっと進めていけばいいかな。